2020年9月1日、西東京教会主日礼拝。聖書の箇所は、ローマの信徒の手紙第10章、5節から13節まで。賛美歌は18番です。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげる。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出る。知れ、主こそ神である。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、そのため、主に足がある羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入る。感謝を捧げ、皆を讃え。主は恵み深く慈しみは常しえ。主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、9月の初めの日、第一の主の日を迎えることが許されました。この礼拝に、あなたが招いてくださったことを感謝いたします。この9月の最初の主の日は、昔から神規律として守られてきた日です。暑さの中で疲れてうずくまる者が、また頑なになった心が、神様の御手によって揺すぐられ、再び起き上がることが与えられる、そのことを祈り願う日であります。何度も何度もあなたから命の言葉をいただきながら、その言葉を忘れます。その言葉を信じられなくなります。その言葉を拒みます。それを私どもが今あなたに揺さぶられながら、あなたのもとに立ち返り、もう一度ただあなたのことを見上げたいと願います。
どうかこの礼拝において、共にあなたの恵みに預かることができますように。初めてこの礼拝に集った者、キリスト教主義の学校で学ぶ者、若い人から年重ねた者まで、一つの礼拝のためとして祝福されることを感謝いたします。また、どうしてもここに来ることができなかった信仰の仲間たちのことを思います。それぞれがそれぞれの重荷を負いながら戦っています。その歩みをあなたが御手を持って支えてくださることを信じます。台風のために命を失った者があり、多くの被害を経験した者たちがあります。あなたが御手を持って支えてください。度重なる自然の災害でダメージを受けている教会もいくつもあります。そうでなくても牧師がいなかったり、小さく弱い教会がいくつもあります。しかし、その礼拝とともにあなたがいてくださることを信じます。今、この時、同じ喜びの声を、賛美の声を共に上げることができますよ。今この時、この国の歩みを、世界の歩みをあなたが守り導いてください。私の国がこれからどのような歩みをしていくのか、リーダーシップを取る者が選ばれていこうといたします。危惧の思いを抱きます。新しいリーダーになって、間違った方向にこの国が進んでいかないだろうか、恐れの思いを抱きます。ただ、あなたの御心が行われますように。私の教会が、ただあなたの御心を求め、この国の中にあって、あなたを明かしし続けることができますように。この礼拝の恵みを感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を読みます。聖書は新約聖書288ページローマの神秘の手紙第10章5節から13節までです。新約聖書288ページです。ローマの神秘の手紙第10章5節から13節まで。モーセは立法による義について、掟を守る人は掟によって生きると記しています。しかし信仰による義についてはこう述べられています。心の中で誰が天に昇るかと言ってはならない。これはキリストを引き下ろすことにもかなりません。また誰が底なしの淵に下るかと言ってもならない。これはキリストを死者の中から引き上げることになります。では何と言われているのだろう。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なんです。口でイエスの主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるから、あなたが救われるからです。実に人は心で信じる。定義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われる。いつものように子供たちへの説教です。神様はイエス様を通してみんなに、みんな一人一人が私の愛する子供だよ、愛する子供たちだよ、そう語りかけてくださいます。なんで神様はみんなのことを愛してくださるんでしょう。大事な子供だ、
私は何としてもみんなのことを守って助けてあげたい。神様はなんでそんな風に思ってくださるんだろうかと思います。みんながいい子だからいい子かもしれません。でもみんなが神様に愛してもらえるのにふさわしいいい子だから神様が愛してくれるというわけではありません。みんながちゃんと教会に行くからだろうか、いやそうでもないかもしれません。みんながどこか良いところがあるから神様が私はこんなにいい子のことは愛さずにおられない、そうおっしゃるんじゃなくて、なんだかよくわからない、先に神様がおっしゃるんです。とにかく私はあなたのことを私の可愛い私の愛する子供だ、そう思う。だからあなたがどんな子でも私はあなたのことを愛し続ける、支え続ける、導き続ける、そうおっしゃってくださるんです。聖書の中で神様がその一人子イエス様を私たちのために与えてくださること、私たちみんなのことを愛してくださっている、そう書いてあります。どうか皆さんは自分がいい子だから、自分が正しいから、自分が立派だから神様に愛されるんじゃなくて、自分はどんなでもまず神様に愛されているんだ、まず神様に大事を思っていただけているんだ、神様はイエス様の命をくださるほど私たち一人一人のことを大事にしてくださっているんだ、そのことを知っていてほしいと思います。神様が愛してくださっているんだということを信じていてほしいと思います。自分はどんなでも神様を愛してくださっている、そうなんだ、それを信じていてほしいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、神様が私たちのことを愛してくださるということは不思議なことです。神様に愛されるような自分じゃないんじゃないかと思います。ダメなところ、嫌なところ、たくさんあります。でもまず神様が私たちのことを大事に愛してくださって、それはイエス様を与えてくださることだったということを信じさせてください。このお祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この朝からローマの信教の中の第10章5節から13節までを2回に分けて耳を傾け読むことにいたします。この朝はその前半ですが、5節にこう告げられています。モーセは立法による義について、掟を守る人は掟によって生きると記しています。ここをしばらくパウロという人は自分もその一人であるユダヤ人、神様に選ばれた民として、私たちが旧約聖書として読む聖書にずっと神様に選ばれ導かれ、それでも神様に背いたりし続けてきたユダヤ人、そして決定的に神様が使わせてくださった主イエス・キリストを捕まえて十字架につけてしまったユダヤ人、そのユダヤ人もどうか神様の救いに預かることができるように、そう願いながらこの手紙を書いているパウロです。このユダヤ人にとってモーセという人はとても大事な人、出エジプトの時に導いたリーダーでもありますし、モーセを通して立法戒めの中心である十戒が与えられた、そういう人物です。そしてパウロは言うんです。モーセは立法による義について掟を守る人は掟によって生きる、そう書いているというんです。でこの掟を守る人は掟によって生きる、生きるっていうふうに訳すと
今そこで生きているというふうに考えられますか。もともとは未来形ですね。ですから掟を今守っている人はやがて神様の国が完成されるとき、そこで生きることが許されるであろう、そうモーセは言っているというんです。ここでパウロは神様の戒めということを守ろうとすることを否定するんじゃなくて、モーセと一緒になってこの神様の掟を守ろうとするということについては命の約束が与えられているに違いない、それはそうなんだ。しかし掟を守るというふうに言うけれども、本当に私たち人間というのは戒めを守ることができるんだろうか。確かに掟を守れたらば終わりの日に命を与えられるかもしれない。しかし神様が願う仕方で本当に掟を守るということができるんだろうか。そして掟を本当に守るということは神様を神様とするということを中心としているので、掟を守りながら自分はこれだけ立派に生活できたから神様救いをください、神様に救いを求めるようなことは掟を守ることとは全然違う。掟を守るということはただ生きた神様の前に膝をかがめること、そしてそのようにして生きるものは終わりの日に命を得、義を得る。そしてすぐにパウロは6節でしかし信仰による義についてはこう述べられています。心の中で誰が天に昇るかと言ってはならない、これはキリストを引き下ろすことにもなりません、また誰が底なしの淵に下るかと言ってもならない、これはキリストを死者の中から引き上げることになります。そう言います。ここもとても不思議な言い方なんですけれども、もともとの言い方で言うと信仰による義についてはって書いてあるんです。そうじゃなくて信仰による義はこう言ってました、そう言うんです。パッと私たちが考えると信仰による義っていうのは、まあ、概念みたいなものですが、概念が何かを話すっていうのはおかしいように思います。でもパッとにとっては信仰による義っていうのは何かの概念じゃないんです。そうじゃなくて私たちをご自分の民として取り戻してくださるまさに義なる神様そのもの、その神様が行ってくださる御業、そしてその御業の中身である主イエスキリストそのもの、神様の正しい関係を私たちを引き戻してくださる神様、その御業が私たちにこう語りかけます、そういうんです。そして誰が天に昇るかと言っちゃいけない。ここでも一つ考えられるのは立法を守るということのためにはユダヤ人は何でもしなきゃいけない、そう考えていました。そして立法というものの本質をどこに探し求めていただいて、いつも祈りながら尋ね求めていたんですね。だから立法の本質を知るためには天にまで登っていかなければ分かんないんじゃないか、立法の本質を知るためには死の淵まで、一番深いところ、一番苦しみや悩みの深いところまで降りていかなければそれが分かんないんじゃないか、私たちは努力して天にも登り深い淵にも潜るようにして本当に立法の本質を理解しなければいけないと、そう考えていた。しかしパウロは言うんです、そんなことは言うなよ、天に残って立法の本質を知らなきゃいけない、天に行く誰が行くんだ、天に残られるのはただ御子主イエスキリストのみ、
私が天に行って立法の本質、神様の御心の本質を知るんだ。そんなふうに言うことは、神様の義そのものである主イエスキリストをそこから引きずり下ろすことになる。逆に死の深い淵まで、人間の苦しみの一番深いところまで、悩みの一番厳しいところまで潜っていって初めて神様の戒め、神様の心が分かるんだ。違い、本当に一番深い淵、それこそ神様に見捨てられて神様に呪われる一番深いところまで下ってくださったのは主イエスキリストだけ。自分がそこに下るんだなどというふうに言って、そこにまで下ってくださった主イエスキリストを無理やりのようにそこから引っ張り上げようとするのか。そんな必要ないし、そんなこと間違っている。そういうことです。ここでユダヤ人の間に起こった罪、どうにかして自分の力、自分の技、自分の何かで神様にギッとされる、神様に正しいと言ってもらう、あるいは神様との正しい関係に戻ることができると考える。それは皆誤りだというわけです。そう思い始める危険、危機にいつもユダヤ人はさらされていた。そしてその危険に飲み込まれることが繰り返しあった。パウロはそのことを認めるんです。その危険は教会にもあります。教会があるいは私たちが何か自分たちですること、何か自分たちが持っているもので神に良しと言ってもらいたい、良しと言ってもらえるのではない。そのように教会は繰り返し繰り返し勘違いをしてきました。いつでもその危機があるんです。しかしそう言ってはならない。ただ私たちを救うために死の深い淵まで下ってくださり、そして天に昇り神の御国に座していてくださる主イエスキリスト、この方がおられる、それだけなんだ。この方によって私のは義とされ、神様と私の正しい関係が取り戻されたんだ、取り戻されているんだ。教会はそのことから離れてはならないんです。何度でも悔い改めてその恵みに立ち返り、その恵みにより頼み、その恵みを信じるものとされるんです。パウロは言います。では何と言われているのだろうか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。そういうのです。神様の御言葉を聞き受け取り、神様の御心を知ろうとしたらば、自分の力で天に昇ったり深い淵まで降りたり、そんな必要ない。そうじゃなくて、その御言葉はあなたの近くにもあり、あなたの口、あなたの心の中にあるんだ。そういうのです。そしてその御言葉というのは私たちが述べ伝えている信仰の言葉だと言うんです。御言葉が近くにあるという言葉、これは神様の御言葉そのものである主イエスキリストがそばにいてくださるということです。主イエスキリストは今天に昇られて神様の右に座しておられる。でも御霊なる神様の働きによって私たちの近く、私たちの口に、私たちの心に共にいてください。その主が何度でも語りかけてくださるんです。私が十字架で死んだ、私が復活して天に昇った。そしてそのことを通してあなた方と神様との関係はもう一度回復され、あなた方は神様の愛する子供とされている。そのように私たちの近くで
私たちの中で語り続けてくださいます。あなたの口とあります。説教についてある本を読んで学んでいましたが、説教というのは御言葉がどんどん形を変えていくんだ、その本では言えます。最初この日本語で聖書を読む、その聖書の言葉を牧師がいろいろ思い巡らしながら礼拝で語る、そういうふうにして御言葉が形を変えていく。でもその人は言うんです。説教で聖書が語られたらそこで終わりじゃない。その言葉は礼拝に集まったみんなの心の中に入っていき、今度はみんなの口を通してまた外に響いていく。ですから説教というのは礼拝で語られたら終わりじゃなくて、礼拝を聞いた人の心の中で響いて、そこから響き出て口から出ていって、この教会でここで語られた礼拝の説教を要約してくださる方がいます。すごくありがたい。それも語られた説教の言葉がまた形を少し変えて響いていくんですね。でもそれだけじゃないんです。もしかするとうちに帰って今日教会でこんな話聞いた、それも響いていくんです。直接説教の話をしなくても、皆さんの歩みの中で今日聞いた御言葉が響いて出ている。そのように主の言葉があなたの口、あなたの心の中にあって、それこそ主イエスキリストがあなたのそばにいて御言葉を響かせ続けてください。どっか大変なところに行って御言葉を獲得してくる必要がない。主の方で私たちのところに来てくださって御言葉を与えてくださるんだ。パウロはそう言うんです。自分のことを少し申し上げるように申し上げます。最近しばらくです。朝起きて一日何回言いますか。自分は自分のものじゃない。自分は神様。自分は主イエスキリスト。こんなどうしようもないボロボロの汚れたものを神様がご自分のものとして愛して受け入れてくださった。すごいな。この自分は自分のものじゃなくて神様のもの、主イエスキリストのもの、そう何度も積み上げながら、そこで初めて自分を取り戻すことができるような、そういう思いを与えられて、自分が神様のもの、そんな風に言うふさわしさは自分の中にない、自分ができていることもない、自分が誇ることもない、自分でこだわるような自分のプライド、何も意味がない。本当に決定的なものは神様が一方的に与えていてください。そして私をご自分のものとして受け入れてくださっている、この恵みを何度も味わいながら、そうだ、そんな自分なんだ、そういう神様のもの、主のものとされている自分として今日一日を生きる。初めてそこでいろんなものに縛られ、いろんなものにダメにされている自分が自分そのものの命を取り戻すことが許される思いを思います。主イエスキリストが私のそばにいてください。繰り返しご自身の御言葉を聞かせてください。私も生かしてください。その恵みに私も全てが預かることも許されていることを信じ感謝いたします。私もがその恵みによりたのに、その恵みを信じて歩むものとされますように、心から祈り願います。お祈りをいたします。父なる神様、主イエスキリストが私のそばにいてくださる、私たちの中に語りかけてくださる。教会はこの語りかけを聞く場所です。そして私のが何の言うところもないのに、あなたのものとされているその恵みを味わい直す場所です。何度でも自分の力で、自分のプライドで、
自分の技で、そのように勘違いをしているお子様に悔い改めて立ち返る思いを与えてください。今そのようなお子様が命の食卓である聖餐に預かることの許されますことを感謝いたします。圧倒的なあなたの恵みを今口にし、この存在すべてに受け取ることができますように。あなたの御言葉に感謝し、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の18番をまず歌いましょう。聖餐の食卓に預かります。聖餐聖典の聖書のことだ。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡されるよパンを取り、感謝の祈りを捧げてこれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがって、ふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。すすめの言葉。私もは今、主イエスキリストを定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエスキリストは私もだったために十字架にかかり、その死と苦しみによって罪をあがない、何の勇ましもない私も招いて神のことをし、ご自身のよみがえりの命に他ならぬ永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは私も愛して
計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの生産を定めてくださったのであります。そして常に私もと共にある聖霊はこの主の定められた食卓の交わりに主ご自身が臨在されることを確かなこととしてくださいます。この主の招きの言葉を確信と喜びと思って聞き取り、心からなる悔い改めもなし、共に聖餐に預かる兄弟姉妹のための祈りを新しくし、喜びの食卓を囲みたいと願います。聖餐は心に信じ、口で公に表した信仰によって預かるべきものでありますから、皆さんの中でまだ洗礼を受けておられない方、小児洗礼を受けておられてもまだ信仰告白式終わっておられない方はこれを受けることができません。すでに洗礼を受けておられる方、小児洗礼を受け信仰告白式終わっておられる方はどこの教会であっても共に聖餐に預かってください。招きの言葉、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためになる。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたということは真実であり、そのまま受け入れるに値します。分散をいたします。これはあなた方のために与えられる主イエスキリストの体です。この杯はあなた方のために流される主イエスキリストの血による新しい契約です。主イエスキリストの命そのものであることを思います。その恵みを今聖餐の食卓を通して交わることが許されました。この恵みを信じ感謝する私にとしてください。どっか今聖餐に預かることに許されなかった仲間たちの上にもあなたの御手が伸びて導き続けていてくださることを信じます。やがてその喜びを共にする日を与えてください。そのことを信じます。この命の糧を感謝し、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
献金を捧げましょう。皆様にご起立いただきまして、主の祈りをご一緒に祈ります。主の祈りは祝福の中にも記されています。それではご一緒に主の祈りを祈りましょう。天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの塩の糧を今日も与えられた。我らに罪を許すものを我らが許すのだ。我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく汝の生まれまでだ。アーメン。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。アーメン。お座りください。